部は、漢字を部首により分類したグループの一つ。後期時点214部首では162番目に置かれる。日本での通称は、信入、侵入。字は行きつ止まりつしながら進むこと、あるいは急いでいくことを表す。道路を表す、佇みの下に足を表す、止めを組み合わせた、貝文字である。 変貌の意図としては道を行くこと、歩くこと、道、足などに関わることを示す。この時、侵入の形となって左から下にかけての尿の位置に置かれ、半方位構造を形成する。日本では、侵入、または、侵入と呼び、侵入の字を当てるが、この、のの字はかなである。1446年の愛の生に、 これの字に筆着の字を四角に書くゆえに四行とある。江森賢治は進むの行であるとする。日本侵入に限らず、活自体の規範は後期自典体であるとされてきたが、1946年に告示された東洋漢字表では、沢や浜などの漢易自体が採用された。後期自典体の侵入は点が二つで直角の折に、 手形の払いの二点侵入になっている。一方、1949年に告示された、東洋漢字や座帯表の侵入は一点になっている。しかし、東洋漢字表に付属する簡易自体131字の、表には、侵入の一点と二点の差が記載されていない。1981年に告示された、常用漢字表に示されている。 旧字体357字にも侵入の差は記載されていない。東洋漢字や常用漢字に習い、さらに漢字全般の簡略化を推し進め、例えば、カモメ、カモメのように簡略化された部分あざ型を表外字にも適用するジス x 0 2 0 8の改正が1983年にあった。しかし2000年には国語審議会が、 表外時については簡略化をしないとする、表外漢字や座対表を答申したため、表外漢字や座対表と整合性を取るため JIS-X023 は2004年に改正された。表外漢字や座対表の印刷標準自体は、基本的に、後期時点体に従うものであるが、侵入については1点も許容されている。JIS 漢字やユニコードは1点と2点を包摂すると、している。 表外字であっても、連、進む、要、量は、表外漢字や座代表等身当時の人名用漢字なので、表外漢字や座代表では、常用漢字に順じて扱うことが妥当であると、判断した。そのため、人名用漢字についても、常用漢字と同様に対象外とした。とし、一点侵入を標準としている。ただし、 柴良太郎の、良、大杉さざ波の、さざ波、はすしげるの、連などは固有名詞であるため二点侵入が用いられる。逆に、辻のぞみのように印刷標準自体は二点侵入、辻だが、名前では一点侵入、辻の方を使用している場合もある。かつて氏名及び町名で二点侵入を採用していた、埼玉県蓮田市は、コンピュータ化を考慮し、 2011年1月4日から、連を一般的な表記である一点侵入に改めたが、ハス駅は変更にコストがかかるとして二点侵入のままとなっている。JR 東日本では、逗子駅や辻堂駅も二点侵入だが、これらは自治体の地名表記も二点侵入である。駅名としては他に、レン駅、明蓮寺駅、宝来駅など。 中国中国の新字型では、ブスベテの漢字に、一点侵入を採用している。台湾、香港台湾の国字標準字体や、香港標準アザ型の明朝を体では一点で、その下を、ふふへとする、会所体をかどばらせた形を採用している。韓国韓国では、二点侵入を採用している。日本では、ジス X0208 においては、 部首が含まれていなかったが、2000年に、JISX0213 が定められ、第3水準に部首である、第4水準漢字に1点侵入と2点侵入が定義された。ユニコードでは、CJK 統合漢字の他にも、が、後期部首ブロックに3種類の侵入が、CJK 部首補助ブロックにも含まれている。ユニコードのコードポイントは、上段が、 CJK 統合漢字、下段が CJK 部首補助である。CJK 部首補助ブロックの型の文字には名前が付けられており、U プラス 2ECC の1点侵入が CJK ラジカルシンプリファイドウォーク、U プラス 2ECD の2点侵入が CJK ラジカルウォークオネウプラス 2ECE の1点に、フフヘの形の侵入が CJK ラジカルウォーク2となっている。 CJK 統合漢字ブロックの方は本来は、どの形も U プラス 8FB6 に統合されているが、二つの侵入の形に別の符号が与えられている JISX0 日3の文章を変換する際は U、U プラス 8FB6 には二点侵入を対応させ、一点侵入の方は、 往復変換の保証のため互換専用領域である CJK 互換漢字の UFA66 に対応させることとなっている。2007年末にはイタイアザセレクタを使用して区別する方法も規定された。統合漢字ブロックの型の U プラス 8FB6 の後に上の表に示したイタイアザセレクタ UE01XX を加えて表す。2010年には 汎用電子コレクション用のイタイザセレクタも追加され、その中には、アドビジャパン1の6にはない台湾、香港で使われる字型と同じ1.2フフヘの形も、含まれている。なお、アドビジャパン1の6と、汎用電子コレクションの両方にある1点侵入と2点侵入には2つの、イタイザセレクタが与えられたが、これは、出典が異なれば字型が同じであっても、 イタイア・ザ・セレクタは統合しない方針のためである。コードポイントが若い方が、アドビジャパン1-6用、大きい方が、汎用電子コレクション用である。ユニコードの CJK 統合漢字、ジス X-0208 には、侵入を含む漢字で侵入の形の違いのみで、分離されているものは一時もない。ジス X-0213 では、 上記の部首を示すための侵入のみの字が唯一分離されている。筆記では多く、主夫夫へのような一点侵入が書かれるが、主中夫へのようなもの、主中夫夫へのような二点侵入を書くものもいる。一点侵入、同筆記の解書では、貫禄辞書でも見られるように点が一つである。上記のように侵入は、佇みと止めの組み合わせであり、会書では、 佇みの一画目を点とし、二画目、三画目を続けて、不型の折れに崩し、さらに、止めの横角と縦角を続けて、不平のような形に崩し、これらを滑らかに連続させた形である。印刷書体である、後期自転体では、佇みの下を崩した符の部分を点とし、二点侵入の形にしたのであり、両者は、字体自体が異なっている。それゆえ、 筆記する場合には、すべて一画目だけを点にすれば良いのであるが、印刷書体の表外時の影響を受けたものか筆記する際にも点を二つ書いて、さらにふふと連続させる人がおり、混乱が生じている。画数は、台湾の常用国字標準字体筆順学習網では四画となっている。一画目から順に示すと、チュ、フ、フ、へである。二点侵入。 辻筆記の会所であっても、チュチュフフヘで書く者も,もいる。一部の緩和時点では筆記であるにもかかわらず、二点侵入を掲げている。例えば、漢字源では、人名用漢字の二点侵入の筆順で、チュチュフフヘを示している。新漢五輪では二点侵入の漢字の一部に、筆順として、チュチュフヘの強化書体を示している。ただし、 改定常用漢字表では、どちらの印刷文字あざ型であっても、手書きあざ型としては、同じ、侵入の形で書くことが、一般的である、という認識を社会全般に普及していく必要がある、と規定している。表外漢字あざ対表では、印刷文字あざ型と筆者の会書あざ型との関係、において、会書あざ型としては、 一般的でないという判断に基づいたものとして、一点侵入のみを示し、明朝体アザ型に習った例を省略した。市販のフォントは、毛筆風や手書き風のフォントでも、表外時は、侵入が2点に、夫婦の形が多いが、マイクロソフトオフィスにバンドルされている、HG フォントの教科書体及び毛筆系のフォントは、侵入は1点に統一されている。 その他総書や行書のように楷書よりも崩した書体では一点侵入でも二点侵入でもない侵入で書かれることがある。日本で侵入は常用漢字、2000年の表外漢字や座体表告時の時点で常用漢字、人名用漢字であった字では一点侵入、それ以外は二点侵入で表される。ただしフォントによってはべて一点侵入もしくはべて二点侵入で、 表示されることがある。後期辞典は、すべて二点侵入であるが、数が多いため尿以外の変貌、筆画が改められたものだけをカッコに収めた。なお、2019年現在、順に関しては、辞典によっては、線部に収録されているものと、部に収録されているものの両方が存在する。和声漢字、ありがとうございます。